皆様、アニョッスです。もうお正月のお休み気分は抜けましたでしょうか？本日は、勉強も兼ねてみんなで落書きガチャ。次回の落書き大会に向けてな。前回は豊姫のホロ2が結構人気あったみたい。あら嬉しい。さあ最初は。あらイケメン。イケてる髪型、広角のか。これよく見ると、目とか眉もいじってる。こんなん描けるか。そうね、絵心ない人が描いたら、ボーリングやってる感じにはできない。私も、このガチャやるまでは、落書きイコール、ヒゲとかメガネの付け足しだったもん。確かに。やっぱ画力あると幅も広がるわね。あ、こういうの見ると安心。これなら見取りもいけるぞ。まああとは PC 使ってカバーですね。そうね、その手がある。どんな角度？この後頭からかかるでしょ。しかし、一体何の教科書？不明です。深海測定ボーイルラブ。なんか漫画とかでありそうだわ。こっち向いて、イエスフォーリンラブって言ってくれ。虫ちゃんそれ懐かしいわね。これは、うますぎるだろ。先生、〇〇くんが理科の実験中にお尻出してます。ド変態。さすがの主もこれはやったことないな。これやったことあったらまずいでしょ。レベル高すぎ。これはお見事なり。元の状態が見てみたいわ。ちゃんとどれが誰だかわかりますもんね。おっさん、身軽です。この躍動感は虫には出せん。PC 使えばいけそうです。なんか次回みんな PC 使いそう。それじゃ面白くないわね。やる前に PC グループと手書きグループに分かれるとか？お、PC 対手書き、それいいじゃん。だからうまいっつーの。風になびいてるスカートなんて書けません。はい、絵心ない人のスカート。これはこれで結構面白いけど。上手。しかも左の女の子。全然ナイスじゃねえ。上手の笑顔上手。え、ニトリン。親父ギャグならぬ、メカギャグ。なんだそれ。でもニトリちゃんが言うといいかも。それな。自撮りをすな。これは、どっからどこまでが落書き？顔以外全てかな？ちょっと元が見たい時あるわね。女王様昨日の夜中こっそり起きてマリサのプリン食べたのはどこのドイツだい私だよプリンはてかプリン返せ昔の人と最新基地このパターン結構あるわねこんなん書きたくても書けません絵心ない人って表面からの角度しか書けないのよねそれめっちゃわかるあらハンサム足長すぎだろ芥川龍之介、現代でもイケメンで通用しそうね。お、文字とか背景で見せるやり方もあるのか。なるほど、漫画的なね。これはいじってないのか。ニトリ、学習した。はい、今回ラスト。で、天才ですか？確かに、キモいけどうまいわ。中2でこれ書いたらクラスのヒーローだぞ。はい。ってことで次回落書き大会に行かしたいと思います。ではまた次回。皆様、今回もご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけましたか？恥ずかしいから見ないで。もしよろしければ、動画アップの励みとなります。チャンネル登録や高評価お願いします。じゃあまた次の動画で。